原子力規制委員会は、原発の運転について最長で60年だった期間が延長されても対応が可能とする新しい規制制度の概要を異例の多数決で正式決定しました。新規制制度をめぐっては石渡明昭委員が、60年の運転制限を法令から落とすのは安全側への改変とは言えないなどとする反対意見を表明しました。 また賛成した杉山智之委員も締め切りを守らないといけないとせかされて議論してきたと苦言を述べる一幕もありました意見の相違は最後まで埋まらず賛成4、反対1の多数決で規制制度の概要を正式決定しました重要案件の審議で規制委の委員の意見が割れるのは極めて異例です